皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは異色のビジネス書ホットケーキの神様たちに学ぶ、マーケティング理論ということについてお話をしたいと思います。つい最近ですね、こちらの本を購入しました。ホットケーキの神様たちに学ぶビジネスで成功する10のヒントということでですね、異色のビジネス書ってこう異色とか変わってるとかそういう話は私すごい好きなんですよ。これどこで見かけたのか忘れちゃったんですけれども、まあ、この本結構売れてるっていうのを聞いて何に一番惹かれたかっていうとですね、単なるこうホットケーキのご紹介の本だったら買わないんですよ当然。ホットケーキからの神様、お店の経営から学ぶここのあたりですね、競争戦略現場力マーケティング経営理念っていう、ホットケーキの店を回りながらこの人ってそんなのをいう観点も見ながら回ってたみたいなその観点が面白いなというふうにね思ったんですよ。そもそもですね、私そんなに甘いものって食べないんですよ。だからホットケーキも基本そんなに食べないんですよ。なんだっけ、子供の頃小学生の頃かな、ホットケーキミックスを買ってきてなんか混ぜ混ぜしてフライパンでやっておやつにした記憶はありますけれども、この本見てびっくりしたんですけれども、まあいろいろこうお店でねホットケーキ載ってるんですよ。その都心エリアの名店とか、この方がね取材して回って気に入ったお店を30個だったかな確か選んでこう解説をしている。もう前半とかは基本的になんかホットケーキの解説書ですよ。ただその切り口がね面白いんですよ。こだわるけれどもそれを押し付けないコーヒー専門店のホットケーキとか、地元のオアシスが提供するおまけ付きホットケーキとかこのタイトルも面白い。チェーン店が撤退する街のキラッと光るこだわりのホットケーキとか、こんなにホットケーキに副題をつけるんだみたいな、確かに若干普通じゃないビジュアルのものもありますよ。ありますけれども、いわゆる普通じゃないビジュアルって例えばこんな感じのホットケーキだとホットケーキ自体がちょっと形変わってるよねって思う。なんかスタンダードなホットケーキってなんかこういう感じスタンダードじゃないですか。どれ見ても一瞬一緒に見えますよね。さすがに浅草のスカイツリーホットケーキ、スカイツリーもびっくりか、5段重ねホットケーキ、これはビジュアル的にもちょっとねすごいと思いますけれども、たかだかホットケーキされどホットケーキ、こんなにいろいろあるんだなと思って、なんか昭和レトロなね感じがしますよね。こんだけいっぱい解説されてると、私はこの後半にあるですねこのビジネスのところも読みたかったんですけど、お腹が空いた時にこれ読んじゃうとホットケーキ好きな人とかはやばいですよね。食べに行きたくなっちゃうかもしれない。香りがねしてきます、読んでると。で、こういう切り口でホットケーキっていうのを見ていくっていうのも面白いなあというふうに思いましたね。で、余談なんですけどね、プロローグに書いてあるんですよ。ホットケーキとパンケーキっていうのはどういう違いがあるのっていう、これ私もよく分からなかったですね。オメジにね尋ねるとホットケーキもパンケーキも一緒のものっていうこと、呼び方が違うっていうふうになってるんですけれども、多くの日本人はそのホットケーキとパンケーキは別の食べ物と認識しているとか、厚みがあってふっくらしていてメープルシロップかけて食べるとか、パンケーキは薄くて生クリームフルーツをたっぷりデコレーションして食べるものとか、でもそういうふうに言われると流行りのパンケーキとかなんかそういう仕組みになってるなとか思うんですけどもね。ちょっと話がそれちゃったですので、この異色のビジネス書っていうところに惹かれて本を買って、確かに読んでてうんって思って、私の場合には教室のコンサルはやってるんですけど、食べ物の先生が結構多いんですね。私がパンだったせいもあるんですけど、パン、お菓子、お料理、この先生方がやはり多いので、こう身近に話題として感じてもらえるんじゃないかなと思って、その指南書としてこれを紹介したらいいかなと思って読んだのがきっかけです。ですからこれからですね、ちょっとその中身についてとマーケティング的な考え方をお伝えしていきたいというふうに思います。はい、でまずですね、主にビジネスのところっていうと、ここに確かに書いてあるようにですね、ホットケーキにはビジネスのヒントが詰まっているって書いてあるんですよね。でこの後ろの方のここからは全部ビジネスの話、こっち前半がホットケーキのガイドブックなんですけれども、これを全部語っちゃうとこの著者状態になっちゃうので、ここの中から特に教室系にも通ずる気になる点をピックアップして少し深掘りしてお話をしたいんですが。ホットケーキにはビジネスのヒントが詰まっているっていうことですね。この方曰く、差別化っていうことを言っているんですね。差別化とは、他にはないオリジナルの価値を生み出すこと、成功している会社には例外なく差別化された価値を生み出していますということですね。その価値の差別化っていうことだから、ホットケーキも何の変哲もないホットケーキですよね。でこれをこんだけいろんな種類があって、しかもそれを求めて食べに行く人がいるとなると、教室業も似たような状態になってます。パン教室も山ほどあるし、お菓子の教室も山ほどあって、お料理の教室も山ほどあります。ですからこのホットケーキのお店と似てるんですよね、状況が。でじゃあどういうふうにしてこのお店がね生き残ってるのかっていう話をすると、繁盛店がですよ、大切なことがお客様から支持され簡単には真似されないことっていうことですね。これ2点なんですよ、ポイントが。1点目がお客様から支持されることですね。差別化されてるかどうかを決めるのは会社ではなくお客様が決めるっていうことですね。これが1点目で、2点目はすぐに真似されない差別化。参入障壁っていう言葉で私言ったりとかもするんですけれども、差別するんだけど、じゃあそれが他の会社が容易に真似できちゃう内容になっちゃうと、それはすぐに真似されちゃうからお客さんも減っちゃうっていう可能性があるじゃないですか。だから真の差別化をするためにはそれなりの深さが必要になるので、真似できないような深いところまでその特徴を作り込めるかっていうものもできて、ここの2つを持っていると、長続きするっていうことで書かれていましたね。でその何て言うんですかね、価値を深く掘っていくためにですね、いろいろ考えなきゃいけない視点があってですね、この方曰くこの表紙にも載っているんですけれども、競争戦略と現場力とマーケティングと経営理念っていう、この領域からお話をしているんですけども、この中でちょっと私が気になったところをピックアップして解説したいなと思ってます。競争戦略の視点っていうことで、一見ありふれたものにこそチャンスがある。ここもですね、一つあるんですよ。やはり斬新なものっていうのは目を引くんです。それは間違いない。だけど斬新すぎると、お客様の想像がついていけないんですよ。だから斬新すぎないちょっと手前の、特別なちょっとした特徴みたいな、この辺りのうまい具合のところを探し出すっていう、それがですね、いい塩梅なコンセプトとかの考え方なんですね。ずらしすぎると伝わらなさすぎる。宇宙食やってますとか言われると、でもセンセーショナルから来るのかな、宇宙食を教える料理教室ですとか言われたら行きますかね。美味しくなさそうなのがなんとなく想像つきません。宇宙で食べられるご飯って、私前なんかロケットの中で食べてる人のやつ見たことありますけどね、決して美味しいものではないので、はい。だからこのなんですかね、定番とかみんなが知ってて馴染みがあるものにちょっとエッセンスが加わって、しかもでも差別化がしにくいもの、差別化じゃない、ごめんなさい、真似しにくいもの、これを見つけることができるとめちゃ売れますっていう、まあそういう話なんですけどね。だからまあ味がホットケーキの場合ポイントになるわけですよね。商品ホットケーキっていう商品はありふれてるけれども、味が違えば同じホットケーキにならないっていうことですよね。当然教室の方も例えばパンの作り方っていうことでロールパンっていうのが一緒だったとしても、そのロールパンの味とか提供する場所とか先生の個性とかが違えば当然同じものにはならないっていうことになりますよね。であと次の、ポイントはですね、真の差別化は価値の複合化、これがですね私もクライアントさんによくお伝えしているやり方なんですよね。組み合わせることによって価値が高まるっていうお話です。これプラスこれプラスこれみたいな、そんな感じで組んでいくと、自分のもちろんスキルの組み合わせではあるんですが、新しい価値が生まれて参入障壁も高くなるっていう内容ですね。なので、競争っていうか価値観も多様化してきてるし、いろんな情報を今皆さんが手に入れるのが楽になっちゃう時代になっちゃったんですよね。だから比較するのが容易になっちゃったっていうことなので、提供できる価値を自分なりきにもよく考えて市場に支持されるものを作ることができるのであれば、なかなか参入してくるのが難しい状態になります。はい、ですので例えば私のパン教室を例にすると、何個かクラスは持ってたんですけど、7つの天然酵母を楽しむクラスっていうのは、天然酵母を7種類習えるんですね、ワンクール6ヶ月の間に。それは、そういう教室がその当時なかったんですよ。でやった理由っていうのは、いろんなパンの味を決めていく決め手の一つに酵母の力っていうのは非常に大きいなっていうのは、まあそういう意味では私マニアなんですけれども、酵母って面白いっていうふうに、だって、その特質によってねパンの味が全部変わっちゃうんですよ。だから同じ粉と同じ砂糖と同じ塩を使ってもですね、酵母が変わるとパンの味が変わってしまうんです。だから例えば十勝の酵母っていうのはさくらんぼの酵母からできてますので、やはりですねほんのりフルーティーに仕上がるんですよ。なんか香りがちょっとさくらんぼっぽいような、なんか甘い感じに仕上がるし、星の酵母とかやはり麹とかあちらの方の日本伝統古来のものから来ている作り方をしているので、なんかこう馴染みがあるような、ほっこりするような、日本人が好むようなね、そういうような味わいだったりとかしていて、有機天然酵母とかドイツとかあちらの方が発祥の地なので、ドイツパンとかちょっとやっぱりそういう海外のパンとかとなんか相性が良さそうな酵母、味もなんかしっかりした味がつくような、そういう感じの酵母でしたので、その酵母が面白いよねってまず思ったので、多分皆さんも、酵母の違いによってパンが変わるのであれば、自分はどの酵母で作るのが楽しいのかなというのを知りたいのではなかろうかと思いまして、まあいろんな方に聞いてみたところ、それは面白いという話になったんで、まあ、正式にそれでコースを立ち上げてやったっていうことだったんですけどね。だからそれをなぜ伝えられるかっていうと、実際に工房の会社とかに私行って商談をしてた経験があるからなんですね。その会社のトップの方であったりとか、技術部長とお話をしていてっていうことになるので、それができたことが一番大きな私の利点得点だったし、その現場の方と喋ったりとかですね、会社のトップと喋るっていう経験は多分一般の教室の先生になかなか難しいと思うんですよ。できないとは言いません、なかなか難しい。で私はそれが楽だったのは、自分が営業で回っていたし部長だったんで、導入の部分の話をする上でこちらはニーダーの話をするし、公募会社の方は公募の話をするところで、それでこうニーダーは使うのがその会社にとっていいか良くないかっていうのを判断してもらうために、まあお互いの話をするの過程で聞いた知識があったので、それを講座の中でこの工房の成り立ちは生い立ちはっていうことを話しながら、だからこういうパンを作っていくのに使うといいですよっていうのが言えるから、説得力を持って話をすることができたので、まあ、それはいわゆる売りっていうことになりますよね。それは他の人が参入するには参入障壁が結構高いのと、あとはその7個の工房の特徴を知って、それによってレシピを作るっていうのは比較ができる知識がある人じゃないと難しいし、あと工房の管理も結構大変ですね。冷蔵庫が工房だらけになりますうちの場合にはそれがやりやすかったのが、自宅の冷蔵庫としての機能はそこまで必要なくて、うち目の前にですね、歩いて30秒いや20秒いや10秒ぐらいでかな、裏口宮出たらすぐ裏口がイオンなんですよ。だからそこに大型の冷蔵庫があるのと一緒なので、大概のそういった買い切りのものは後で普通に買いに行けば大丈夫っていう、そういう感じができていたので大丈夫だったんですよ。ですから環境が許したっていうのも大きかったし、あとは写真とパンっていう講座も作りましたけれども、要は発酵時間に写真を教える、それは私に写真の知識があったし、ずっと写真を続けていたので、習いたいって言われた声があったのをきっかけに、写真とパンを組み合わせると発酵時間待ち時間がなくすことができるよねって思って、パンは1個ですけど写真の知識と両方1回来れば2つの技術が学べるっていう、まあそういったこう組み合わせですね。組み合わせで作っていくっていう講座を多く作っていたのも特徴の1個でした。だから今の時代はですね、なんていうのかな、経験に対してお金を払う方が多いんですよね。その技術が向上するっていうのももちろん経験なんですけれども、どういうこう嬉しい経験ができるのか、居心地がいい空間っていうのももちろんありだし、サプライズみたいなものとかアミューズメント的な要素が教室にも入ってきてもいいかなと思うので、私が目指したのはディズニーランドでしたね。いつでも行くとワクワクして何度でもリピートしたくなるっていう、この辺りをエッセンスとして取り入れたくて作ってたのが私のパン教室でした。なので技術はもちろん学べるし、成形も面白いパンが学べるんですけれども、それ以外、まあ本当にだから私に会いに来るのが楽しいっていうことで来てた方も結構いらっしゃいましたし、あとはそうですね、教室自体がワクワクするような、そういう人たちを集めたいと思ってやっていたので、皆さんがね仲良くなって、皆さんでじゃあまた次のクラス通おうかみたいな状態になるので、無理に次のクラスに一生懸命お誘いしなくても埋まっていくっていう、そういうこともねできたりとかしました。ですので組み合わせで価値を新たに持たせることができないかっていうのを考えるのも一つ大事なことになります。で、当然その段においてはお客様の声っていうのも手に入れていくことになると思って、これも結構大事で、お客様の声に寄りすぎてもいけないんですよ。その教室の個性がなくなりすぎてしまうとまずいので、ただその声をベースに自分が提供したいっていう自分の強いこだわりと、まあ、お客様のこう要望があったら、それをどうやってうまく融合しながらすり合わせていくかっていう、この技術がね結構必要になってくるんですよ。ですからその辺りがですねできている教室っていうのはやはり長続きしているな、自分だけのやりたいことをやりたいように教える教室はやっぱ廃れていってるなっていうふうに思います。で、今までのお話はまあまあどちらかっていうと技術論の方に近いんですけれども、最後に一つですね、どうしても大事なことっていうことがあるのをお伝えしたいのが、まあ本気の誠意を伝える運営ですね。やっぱり本気の誠意を伝えるっていうことは手間暇惜しまないっていうことですね。限界値チャレンジする、自分ができる限界値チャレンジする以上、120とか130、150この辺りを狙って、そして作り上げていくっていう、まあ、向き合う真摯な態度、誠実さ、熱量ですね。これやっぱり伝わるんですよ、教室運営していく時。だから自分が楽したい方向に内容を組んでしまう場合には、それお客さん透けて見えてしまうので、本当の本意が伝わらないので、やはり全力一生懸命っていうのはきちんとその講座を作った時とかコースを作った時の熱量としてちゃんとお客様に伝わるので、経過集客がしやすくなるイメージがありますね。だからそこまでこう真剣に考えて作っていないようなプランはやっぱりお客さんもそんなにふーんって感じになりますし、真剣に作ってやったプランっていうのはやはりお客様の心ないしは感情と行動を動かす大きなきっかけになるものになるので、まあ、いろいろマーケティング理論もお話ししてきましたけど、泥臭い話で申し訳ないんですが、まあ、私はぶっちゃけ熱量かなっていう、だからマニアの熱量ってすごいですよ。でそれもお客様が喜ぶ熱狂的なマニアな感じは非常に見ていても小気味し楽しいんじゃなかろうかと思って、最後に一つそんな話を付け加えたいと思います。是非気になる方はこちらのね本を読んでみてください。別にこの方の回し物でも何でもないし友人でも何でもありませんが褒めてるんで、遠藤さんなんか私に連絡取ってくれると嬉しいわなんてちょっと一言言っておいて、はい、終わりにしたいと思います。それでは。